皆さん、おはようございます。10月水曜日です、また本当に動画を上げる、空いてしまいましたが、微妙に体調が悪くですね、あれからずっと本当に頭痛が収まらず、前にも動画で上げたかと思うんですけど、実は発生頭痛という頭痛持ちでして、私、このコロナ禍にですね、風邪をひいて、先々週ですか、風邪をひいた後ずっと頭痛が続いておりましたので、なかなか、ここの島の医療事情から考えるとですね、無理もできず、ほぼほぼ走ったり、走るのはもう完全に自粛しておりました、歩くことはやってたんですけどね、今度は、大変天気が悪かったりですね、しているうちに、ちょっと遠いですからね、急にまた季節が進んでおります。今日は久しぶりに体の方が大丈夫なので撮影をしてまいりたいなと思います。いや、風が強すぎて皆さんに声が届いてないかもしれませんが、みんな枯れてねえしまいました。本当に、日本全土でいうと秋がようやくやってきましたねっていう話だと思うんですけど、もう北海道は一足先に冬です。暖かい格好してないと走ることもできません。久しぶりすぎていつものスピードは出ません。でも帰って気持ちがいいです。やっぱね、走ってないと落ち着かないよね。体調が悪いって言いながら走らないでいたら、なんかまるで悪いことでもしてるかのようなね。ただ単に家で午前中ゆっくりすればいいだけの話なんですけど、それがまるで悪いことでもしてるかのように思えてしまう。バカな話ですよ。でもそれがジョギングバカの宿命のようです。だいぶ上がってきました。2個目の対比上です。この間撮るの忘れてましたね。おっと、雨が頬を打ちました。実は今日もですね、ものすごい勢いで雨降ってたんですよ。ああ、これまた降ってくるな。毎度毎度、海の上の天気のようにすごく降るときはざっと来るんですよね。ちょっと心配になってきました。ああ、実際かなり降ってきたな。これやばい。どうするべきか。行っちゃいますか。ああ、これは ここの雨雲がどのぐらいの規模かによりますね。ちょっと一回上まで上がって確かめましょう。万が一、お、あそこにカラスの集団がいますね。大丈夫なようです。大雨が来るようなら鳥は逃げますからね。
あれだけいるってことは、まあ大丈夫でしょう。ちょっとこんなところで見ると天気が乱高下しております。ものすごい嵐のように降るときもあれば、そうかと思えば片方で太陽が出てるなんてことがよくあります。不思議な天候になってます。ああでも、おっ、大きいんですね。この間通り損なったオジロワシかもしれません。誰か教えてください。止まってる、完全に。見えますか皆さん。一つところを悠々と完全静止しています。あれです、この間もあの姿を見たんです。別の個体だと思いますか。ああ雨宿りしようと思ったら、そういえばもう冬季の間はこのトイレは閉まってるんでした。まずいなこりゃ。でも軒下はなんとか使えそうですね。大雨降ってきたらなんとかなりそうなんで、ちょっとこの感じだったら、まず様子をね、あっちから向こうから雨雲来てますから伺って、その上でさらに上に上がるか雨宿りするか決めたいと思います。はい、どうだろうねえ。雨宿りがどん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 折れて、これが普通になってくるんですよ。どん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 折れて、根元からなくなってきます。風ですよ、風が強くて、それに雨宿りが折れてしまうわけです。さあどんな感じでしょうか。今日も風はありますね。割と強く、この間ベッドを使ったものですね。大丈夫ですね。雨雲はこの一部分だけ、そしてあっちを見ると水平線の近くが明るく晴れ渡ってますので、ああこれなら大丈夫。私が、お、また竜巻みたいなのができた。私が走ってる間には、まあこの島の上には大きな雨雲、あの辺降ってるね。あの辺すごい降ってる。西里富士とこのデルタの辺ね、悪天候の場所があるのが分かるね。まるで龍の巣みたいになってるからね。こちら側はそうでもない、綺麗だった。青空とまでは行きませんが、雨雲ではない。どうでしょう。おかげで朝ね、大雨降ったんで、その名残は道にありますが、鳥とカラスや足の導きによって降らない中、降られずにポツポツは来ましたが、降られずに上がってこれました。いつものテレビ塔の一番景色のいい
私の好きな場所に到達してきてますが、ねえ、こっちからこっちに向かって雲が流れてるわけですけども、あれが利尻岳ですね。で、ほら、あそこ天気悪いですよね。絶対天気悪い。龍の巣だーってぐらいにこう水平線から雲に向かって雨が降ってるのが視認できるっていう、面白い、面白がっちゃいけないんですけど、海の上にね、おそらく豪雨が降り注いで、あれが島にかぶっちゃうとすごい降るんですよ。実際問題すごい降るんです、あれの真下にいると。さっきは竜巻みたいのがね見えてましたけど、それはさすがに今はないようですが、いや、これちょっとこっちに向かってきてるようにも見えるな早めに走り終えた方がいいかもしれません。これ、ひょっとして最後少し雨に降られるかもしれません。あー、でも漁師さんが漁に出てるな。今日は海の方はあまりうねりもなく、こう快適なようです。うん、いやー怖いな、あの感じ。いやー、こっちはこっちでまるで夜みたいな感じの、こう日が水面を、海水面を照らしてます。さてどうなるでしょうか、これから。光の帯が空から、あっちは雨の帯が空から、ね、ちょっとお得な、ちょっとお得な感じがしますよね。両方の景色が見れますんで、はあ、いやー、これは両方の天気でも最後は自分が雨に降られるっていうオチになるかもしれませんね。はい、最北高峰のとこまで上がってまいりましたが、相変わらず雨はまだ降りません。幸い雨雲が避けてくれたようです、私の行く手をですね。でもこれは今だけかもしれませんので、早く下っちゃいたいかなとは思ってます。まあでもとにかくペースは守りつつ下ってまいりたいなと思います。さてさて、最近動画を上げてなかったんで何にも、最近の出来事について喋ってなかったんですけど、どうですか、菅政権発足から約もう1ヶ月経つのかな、1ヶ月以上経つのかな、経ちまして、皆さんどうでしょうか。携帯電話のこととかね、ずっとね言いまくってますけど、まあ正直私前から申し上げている通り横浜生まれでございまして、神奈川県に今でも両親が住んでおります。菅さんのね地元なんですよね、地元というか今のね、まあまあ、裸一貫の叩き上げなんて言っておりますが今住んでるマンションはいわゆる横浜駅間近のオクションだそうで、まあ庶民でも何でもありませんよ今の感覚はそれからご実家の秋田県の農家も大変成功されて、全然庶民派じゃないわけなんですけどね、まあ安倍政権よりむき出しで俺の言うことを聞けって感じの政権ですよね。怖いな、怖い怖い、本当に。皆さんね、携帯電話値下げの話で騙されちゃいけませんよ。大体ね、そう、庶民派を気取っている人はそういうことやるんですね。その傾向がね、現れてますよ。みんなが分かりやすく、うわわって驚くようなことをね、まあ日本一の庶民派といえば豊臣秀吉ですけど、豊臣秀吉もやりましたね、大きな大きな
お城を作るかと思えば、キンキラキンの茶室を作ったり、一番有名なのが北野の大茶会、茶会を催して身分関係なく来ていいぞっていうようなことをやったんですよね。でもね、忘れちゃいけないのが、そういう非常にこう庶民受けするようなことをやっている一方で、何をやってたかっていう政策面ですよね。刀狩りをして、まあ下克上ですよね。当時の民衆がお上に逆らうことを完全にできないようにしつつ、検地もやり、そして、お、今鳴きましたね、はあ、いい声です。あの声です。あの声を聞いたんです、家にいながら。菅総理の話なんてしている場合ではありません。いい声だな、いい声だ。行ってしまった。そう、菅総理がね、豊臣秀吉に似てんじゃないかという話ですけど、庶民受けするような政策をやる一方ね、刀狩りや検地、あるいは身分統制令などを矢継ぎ早に走ってですね、まあ偉くなる前に自分が所属していた庶民に対する統制を厳しくやるんですよ。いや、なんせ自分が所属していた、まあカテゴリーの人間たちのことをよく分かってますからね。それでやったという実例があります。最近で言えば、まあ、田中角栄という人が日本改造論とか言って、こう日本中に新幹線と高速道路をこうね張り巡らすんだってやりましたね。あれなんかとてもいい例だったと思います。で、菅総理です。携帯電話の料金を下げる、携帯電話の料金を下げる、下げる必要ないんですよ。もうだって大手キャリアじゃないところにね、みんなで乗り換えりゃいいことですから、もう十分安くなってるんですよ。それをね、もうね、大手キャリアに向かってね、下げろ下げろっていうのはね、この国は自由経済の国じゃなくなったんですか、いつから。非常に強権的でもありますよね。一方でこういうこう庶民に分かりやすく受けそうな、まあ強権的に携帯会社の方に出たら出ただけみんなが拍手喝采を送るわけですよ。そうやってみんなの関心を買いながら、一方で学術会議の問題や沖縄のね辺野古新基地建設の問題なんかでも、自分の言うこと聞かないやつはもう無を言わさず外すし、それから基地はどんな地元の人が反対してもとにかく作る、強権的に押さえつけてでも作るっていうことをやってるわけですよ。怖いですよ本当に。むき出しになってますね本当。まあ就任直後と就任前にも言いましたが、70過ぎた人が何やるかってはっきりしてますよ。もう70過ぎだもん、自分のやり方、それで頂点極めたんですよ。自分のやり方変えるわけないじゃないですか。そういう人が今までやってきたことが全て成功体験なわけですよ。周りにいるでしょ、周囲から老害と言われているような人、出世した人、そういう人の頂点ですよ、頂点。まさに有頂天ということで、今までやってきたことを変えるわけがないのです。安倍内閣で官房長官として菅答弁みたいなことやって、何も中身のないこと答えまくって、関係ない関係ないって言いまくって言い逃れするっていうのは許されてきたと思ってるはずですから。いやだって実際にね
総理まで上り詰めてんだから。そんな71歳が今までのことを悔い改めて、森友問題とかの公文書改ざんについて再調査するなんてことはないし、そのことを反省してこの次からは、公文書書き換えが起きないような、そういうきちんとした公文書管理をしようなんてこともないわけです。自分の著書の改ざんも平気でやっちゃうぐらいですからね。まあもう実に見苦しい、学術会議法という法律があって、その法律をも守らないという姿勢を明らかにしているということは、まあもう法を守らない内閣に本来統治能力がないと断ぜざるを得ないんですけど、そういうふうになってないですよね、今の日本全体の雰囲気で言えば。いやまあ一部支持率が下落したことなんかで見てみればそう思っている人もいるんでしょうが、相変わらず 50% 超えてるんで、こんなめちゃめちゃなことやってるのに支持率が 50% 超えてるっていうのは、やっぱ皆さん豊臣秀吉好きなんですね。豊臣秀吉みたいに金の茶室を作ったり大きな建物を作ったり、茶会を開いたり茶会なんて桜を見る会の400年前バージョンですね、完全に。そういうことをやってる人たちはいいんですかね。いや、そんなはずはありません。みんな騙されてるだけだと僕は信じたいです。いや、信じていなければこんなことを動画で言ったりしません。娘には相当リスクだと言われておりましたが、もう今更気にしてもしょうがありませんので、言いたいことを言わせていただこうかなと思っています。あっという間に観音崎に到着して、ここからは下り一辺倒の人生下り坂最高です。まさに人生下り坂最高。体調は優れない日が多いですが、ぼちぼちやってきますので、皆さんもぼちぼち冬の間の健康に気をつけてください。それと新型コロナにもくれぐれもご注意を。それではお別れのご挨拶をしたいと思います。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このような不定期な感じになって申し訳ございません。それでも私は一応生きておりますのでご安心ください。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ジョギングモカでした。